今日はグロシアっていう会社を紹介します。グロシア。グロシア。グロシアよ。そう、アメリカのね、ミレニア世代とかジェンジーが今もう大人気のニューカ発のコスメブランド、グロシア。うん。これね、アメリカでコスメ業界10兆円市場って言われてるんだけど、今その中で一番注目を集めてるビューティースタートアップだよ。うん。もう、教えて教えて。上場してんのこれね、まだ上場してないの。だけど、えっとね、去年の9月にもうすでにユニコーンになってて、直近だと1900億円以上の企業価値が作られてる。そんなついてんだ。でかい。 パパ化粧品と大きく言うと、あの、二つに分かれて、スキンケアとね、メイキャップだけど、うん、アメリカだとね、メイキャップブランドの方がね、すごくね、最近新しい動きがある感じがするよね。ここはコスメとスキンケア両方抑さえてるんだけど、ね、特徴はね、インスタをすごい意識して、まあ、若い子たちがまあどん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 あの拡散できるようにしてるんだよね。うんうん、だからおしゃれなパッケージを使ったりとか、あとまあ、フォトショップを使わないでそのままの美しさをまあ出してるっていうような、まあ、ナチュラル感を出してるっていうのと、うんうん、あと、やっぱり今では結構美容業界では当たり前かもしれないけど、これは走りだったのは、例えばアルコールフリーですとか、はあ、フレグランスフリーで肌に優しいとか、うん クルティフリー、まあ、動物実験してませんみたいなこういうところのブランド理念が今の女性に共感を生んだんだよねでね若い頃人気っていうのもあるんだけど、まあ、女優のねミランダカーとか自分の結婚式で私これ使うのって言った YouTube で爆発的に広まってビヨンセとかまあ本当に A クラスのセレブからめちゃめちゃ愛用されてる、ね、どんな商品がその本当は欲しかった商品なんだよアイブラウグラウっていうのがあるわけよ<ー>眉毛を整えてふわふわにさせる化粧品なの<ー>でもね女性は 自分の顔の形とか色とかに合わせて眉毛の形も変えたいし色も変えたいと、うん、世の中にはこれペタッとしたものしかないとどうにかしてっていうことで彼女が生んだ、えー、ボーイグラウこれがねめちゃめちゃヒットして今30秒に1個売れる商品になってるおボーイグロウそうん、ボーイグロー。すね、そうイ、うん、イそう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 そ あ、これ今日塗っってないいここれ落ちゃうじゃん <laughs> どういう人がのの会社作ったのこれね作ってるのがエミリー・ワイスっていう女性なんだけれどもこの人がまあ創業者兼 CEO なんだけど実はあの雑誌「BOGU」の敏腕ンンアシスタントだったのね<あ>彼女が美容ブログっていうのを朝、まあ、書いてて、えー、彼女が会ったファッション業界とか美容業界の人の家に行ってその人が何を使ってるのかとかどういうふうに使ってるのかっていうのを徹底的にリサーチしてブログに上げたの、えー、これが爆発的に人気になってそれで彼女もあーもうちょっとこれ BOGU と一緒のなんか のマラジ無理って言って、2014年にこのグロシアっていうブランドを立ち上げて、実はそのブログに多くのまあファンがついてるんだよね。で、うん、そのファンが、あ、私こういうのが欲しかったんだけど、こういうのがやっぱないわとか、あ、こういうの使ったんだけど、ちょっともうちょっとこうだったら私もっと買うのになみたいな声がどん,どん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 来てて、彼女が、んこれもしかして世の中にないんじゃない私たちの欲しい化粧品がってことに気づいちゃった。なるほど。すごいね。やユーザーの声をちゃんと聞いて、でそれでその作り上げてきた、まあ、あの企画とブランドと企業なんだね。うん、面白いね。 美容業界ってビジネスのサイドから見るとやっぱ男の人がほとんどこの中でやっぱ女性が欲しいものがまあ開発されていなかったり女性がまあ実際買ったりとか使ったりするのにその声が響いた商品がないなっていうのは強く感じてるこ<ポ>このお店に行ったことあるのうん実はねポップアップショップがあって一回入ったことあるんだけどポポこの肌に何色がいいのかしらとかって聞いたら「お、うん、ーのー 言ってあなたそんな好きな色を選んでいいのよあなたらしくみたいなねびっくりしちゃって <laughs> かやっぱりここら辺の感覚もジェンジっぽいよね <laughs> と思そうだよねゆいひ全然ジェンジっぽい対応苦手じゃん気持ちはジェンジだからポーポー面白おいからちょっと聞いてテキストで送れるモバイルギフトその名もグッディこれが急成長してるんだよほほあの NEA っていうトップの VC からも大体4億4千万円ぐらいをね資金調達したギフトくれー パパ結構若い会社だねそう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 2020年に立ち上がった会社なんだけれども今やっぱコロナの時期にみんななんかちょっとつながれたいっていう思いがあってちょっとギフト送っちゃうみたいな心を捉えてるらしいうーん直接渡してないもんね今ね確かにそうそうそうでもなんかちょっと気になったりしてさ送ってあげたいじゃん元気してんのかなとかさそういうところでギフト送っちゃうっていう需要を総取りしてるんだよ、うん、でも結構こういうサービス今までもあったよねああふるさと納税の何かカタログみてえだなこれそうでしょう のののののの、ここ、no, no, 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 no.。ここがね、一番面白いのが、テキストメッセージがキーなんだよね。今までだったらさ、うん、なんかこう、相手のところの住所を入れて、オンラインで送ってっていう、そのふるさと納税的な。ギフトなんだけど、これは簡単に、自分の、まあ、あの連絡帳から、相手に、まあ、テキストを送る感覚で。ギフトをくれるのね。相手の携帯電話番号を分かってれば、送れるって。そ,んな感じだね、そう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 。お<ー>そうでさ、時々。 いないところにああのギフト送っちゃったよみたいなことあるでしょそういうのがないように、うん、受け取る人がこの人がギフト送ってくれるんだっていうノティフィケーションが来て住所を入れるからちゃんとその人の元にギフト届くんだよあじゃあ住所知らなくても送れちゃうんだねそうそうそうそれもすごいいいとこでしょそれはいい、はい、どんなものが送れるの、うん えとチョコレートとかまあお花とかこんなのは当たり前みたいな感じだけどもワークアウトの体験チケットとかまあペットのアクセサリーとか健康食品とかねこういう面白食品があってキャビアとかも出たりしてすげえ欲しい送ったじゃんなおやんいやこれねあのご説明しますねあのユーヒーからこのモバイルギフトが届いたわけ俺の,の iPhone にポピーンって来てタップしたらマカロンのはね色とりどり画面に出てきて<う>好きなマカロンをだから娘、うん、6歳娘と一緒に選んだわけよでバ、ね、ニラ味とかピスタチオとかストロベリーとかで一緒に選んで楽しくて で最後にボタンピッて押したら本当に数日後にあの他他のマカロンが届いたでなんかマカロンが嫌いだったら他のにもまあチェンジできるようななんかリターン的な機能もあったりしてそうなの考えてるよそう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 ,そういやべえキ,キャビアにしてほしかった違うだから価格は上げられないよ <laughs> 私が上手くてらそれ以上は無理よ <laughs> 気軽にねこういうのを送り合えるっていうのはねそのいいね,面白いねコロナだからね立ち上がってるサービスよねこれねありがとう っていうメッセージとかもみんなテキストで送り合ったりできるようなシステムになってるから、うん、もうワンタッチで全部が完結するんだよね、うん、それにしてもアメリカはねテキストメッセージ使ったサービスがねどんどん増えてるね。いやすごく、まあ、特に g e n ーとかから、まあ、気軽に送れるってところですごく人気になってるんだよね。で昔からさ、このボンドとかギフトリーとかトークンとかいろいろなこうギフトアプリっていうのは出てたんだけど、まあうん、出ては消え出ては消えみたいな感じだったよね,そうだよね でもやっぱりこの今若い世代がフェイスブックとかでもう何もていうのかな情報収集とかはしなくなってるでしょだからギフティングっていうこの文化がまたもしかしたら新しいとこから生まれてくるかもしれないみたいな感じの今フェーズにきてるんだよね、うん、ゆゆひゆうひこれいつもの「電車バト TV」の感謝を込めてウェイに何を送ろうかうんまあちょっとあのゴージャスな感じの香りのするアロマとかをどうちょっとそれはいらないかな <laughs> なんで受け取ってよ <laughs> ボーボー今日は謎の急成長アパレル企業、シーン。シーン。ーンこれね、全知事ならね、まあまあね、みんな知ってるっていう企業なんだけれども、もし知らないなら、あなたが年を取ってるだけ、中国から出てきたアパレル企業で、ザラとかユニクロよりも最先端にいってる超ね、高速企業なんだよね。越境 EC 企業ですね。 何がね面白いかってねトレンドに載った商品がまあ豊富なんだよねいいアイテムがいっぱい並んでるって感じで見てるとねインスタをただ見てるだけっていうのを錯覚するぐらい本当にね同質化してる感じなんだよねめっちゃ安いよねこれさんかさーとかの半額だしユニクロよりも低価格な感じのアイテム多いんだけどもこういうのがね手軽に買えちゃうんだよねこれなんか上のサマー用のトップスが8ドルとか疑うよでこれが中国企業なんだけども米国でもね去年一昨年ぐらいからすごくね人気 になっていていでこの支援を支えてシステムがね何よりすごいザラとかユニクロのようなものをファーストファッションと呼ぶんだけれどもその次のねウルトラファーストファッションとかそれを超えてリアルタイムファッションとか言われてんだよね超高速で SKU を作っちゃう商品数を作っちゃう毎日ね<ー>2,000商品ね出しちゃうの。 すごい恐ろしいよねで昔のアパレルって半年とか1年のサイクルでファッショントレンド作ってったんだよねブランドがパリコレやるでしょでそれでそのファッショントレンドをこう作ってったわけ、ね、それをザラがそういうのを見て2週間とか3週間に縮めてきたわけこれめちゃめちゃ話題になってたじゃん当時そうなんだ、ね、速度が速いわけだそう、ね、すごい速いって言ってだから自分でデザインしてないっていう評もあるんだけどその速さがトレンドをこう安く作るってとこをやってきたんだよねでこのねシーンはそれ、ね、1週間とか早いとね3日とかに縮めちゃうんだよねめ<日>ちゃ速い ザラとかはそのパリコレとか雑誌とか店頭のマーケットリサーチとかそういうのってトレンド追っかけてるんだけどシーンっていうのはねサーチなんだよねデータマイニングなの、うん。で SNS とか TikTok とかそういうものでデータマイニングしてトレンドをねネットからね拾い出しちゃうんだよねウェーイこれね中国ー言ったら私に、ね、バイオマン何バイオマンじゃないねチャイナマンなんだよ <laughs> これはやっぱね去年ね中国で超話題になって何でかっていうとアメリカで ユニクロの検索数をぶっちぎって、JAL の検索数をぶっちぎって、米国でナンバーワン検索アパレルファッションブランドになっちゃったんだよ。うん、で、うんうん、その裏側のストーリーっては中国でもばれていて、このシュさんっていう創業者は、もともとウェブの検索順位をめちゃくちゃに上げていく SEO テクノロジー企業の創業者だったわけ。なんで、<ー> SEO ハッカーが作ったあの秒速コピーアパレルなんだよね。だからネットでめちゃくちゃに強いの。 なるほどうそういうことなんだね。デザインだけが可愛いとかそういう話だけじゃないってことね。完全に半分テック企業、うん。見えない力がこうすごいんだよね。タイミングによってアマゾンよりも強いランキングになったりするんだよね。TikTok で最も話題になったブランドであるとか、もうとにかくね、業績がすごいのよ。売り上げは1兆円超えていて、毎年ね、この、ま、過去8年間100%成長を続けてきてるんだよね。それなのに、ね、非公開で全然会社のことがわからない。ウェイ、ウェイ、俺の記事読んだんじゃないの兆円 以上でセコイアとか IDG とかタイガーグローバルとかもう勝ち組軍団が全部金入れてるからデカコーン企業ですし IPO をするってチカチカ言われてるんで、うんね、もうこれ大注目ですよねこれはね注目だね最注目だねしかしでも私ね実はここで買ってんだよドレスよく知ってるねいくら ?13 ドルぐらいあったかなあのユヒ大人の女性だよねあのねこれ関係ないからあの私ジェンジーにすごい近いからずうずしいな K.O.